南野陽子さんはこちらでございます。南野さんどこ？はい、こちらは大英府中スタジオです。南野陽子さんはフジテレビアリエスの乙女たちの撮影中のところお邪魔いたしました。まあ南野さんお元気で、こんばんは。あら可愛いお洋服。ところであなたは小学校4年生の時にメダカ教室というのに通ってらしたというんですけど、それはどういう教室なんですか？学校で全然泳げない人だけが呼ばれて夏休み特訓させられるものなんですけど。であなた泳げるようになりました？それでその時は結構泳げるようになったんですけど、今は全然泳げません。あらららら、その頃は何泳ぎが上手だったの？いや、クロールもどきっていうか、なんかもどき、あ、でもそれにしてもクロールがおできになったの。そのまま続けてればね。そうですか。はい、はい、それではそこで歌っていただきましょうか。はい、皆さん泳げない方が割と多くて、多いですね、今日は。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、さて、まあ習っていたとはいえ8年間も泳いでいませんからね。ドラマなんかでも溺れるシーンはあっても泳ぐシーンはまずないそうです。今週のザ・ベストテン第5位、南野陽子さん、パンドラの恋人、どうぞ。止めて時をその唇で、まばゆい一瞬を止めて、夏をプリズム色に胸に焼き付けて、どこかに逃げてしまう。